秀行は、日本の政治家、東京都あきる野市長、新式創造株式会社代表取締役、秋川市議会議員とあきる野市議会議員を歴任した。東京都西多摩郡秋大町菅生生まれ、秋川市立田西小学校、秋川市立修田中学校、東京都立日野高等学校を経て、慶應義塾大学商学部卒業。秋川市議会議員、あきる野市議会議員を務める。父親は、旧西あきる村長及び旧秋留町長を務めた。2000年に社会福祉法人菅生会を創設し、特別養護老人ホーム蛍の里の理事長に就任。2015年10月4日に行われたあきる野市長選挙に自民党を離党して立候補するも、同党と公明党の推薦を受けた前市議の沢井俊一に敗れ落選。当日有権者数 66,053 人、最終投票率 44.42%。 2019年10月6日に行われたあきる野市長選挙に再挑戦する。立憲民主党、国民民主党、日本共産党の市議と市民グループの支援を受け、野党共闘の構図に持ち込んだ。自民党、公明党、連合東京の推薦を受けて組織戦を展開した現職の沢井を88票差の僅差で破り、初当選を果たした。10月15日、市長就任。当日有権者数 66,762 人、最終投票率 41.78%。ありがとうございます。